時に人間は自分で自分のことを傷つけて自分のコインを捨ててしまう。そういうことがあるねオカッチもそうやった。自分でね、自分で傷つけて、どん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 自分のコインを自分で捨ててしまってた。オカッチのようにはなってほしくない。だからマイクを持っています。そういうことですよね。こんにちは。子供の心に火をつける MC、ミスターオカッチです。親子で学べる 生き方の授業を本気でやってます。チャンネル登録よろしくね。今日、あなたに紹介する熱い言葉は、自分の心のコインを増やせです。なあ。 自分に自信を持ちたい人、やりたいことを諦めたいくない人、そして夢を叶えたい人は、絶対最後まで見てください。後悔させません。一発撮りで行きましょう。ね。はっきり言います。あなたがどれだけ頭が良くても、足が速くても、ピアノが上手でも、漢字をたくさん覚えていたとしても、コインがなかったら、絶対に 成功できません。うまくならないし、成長しないし、上達しないし、夢は叶わないの。コイン。これ、お金のことじゃないよ。今からコインって何なのか、あなたに説明します。あなたはラッキーです。例えばの話よ。あなたはラッキーです。お金持ちになるチャンスは あるんですねお金持ちになるチャンスがあります。それは、ミスターオカチトな今からじゃんけんをします。で、1回でも買ったら、100万円もらえるの。100万円あったら、ゲームも買えるし、おもちゃも買えるし、行きたいところには、どこにでも行ける。USJ もディズニーランドもね、100万円も、すっごいお金持ちになれるよ。でもね、1回 一回でも負けたら、あなたは自分のコインがなくなります。一枚なくなります。そして、今あなたはコインを一枚しか持っていません。負けたらゼロ枚になります。そして、コインがゼロ枚になったら、一年間、牢屋に閉じ込められます。 牢屋に閉じ込められるということは友達とも会えないし親にも会えない先生にも会えないもしかしたら好きなその子にも会えないねわかる勝ったら100万円もらえる負けたらコインが1枚なくなってそしてコインが0枚になったら牢屋に閉じ込められるさあ あなたはミスターおかちとじゃんけんをしますか決めるのはあなたです。3秒で決めてください。3、2、1! どうでしょうかね負けたら牢屋に閉じ込められるんだって思ったらなかなか挑戦できないよね。でもね、でもね、もしあなたがコインを 100枚、100枚持ってたとするやんか。ルールはさっきと同じ。1回でも勝ったら100万円がもらえる。そして1回負けたらコインを1枚なくなる。コインが1枚なくなります。でも考えてみて。100枚コインがあるから99回負けても牢屋に行くことはあらへんの。な、わかる勝ったら100万円。 負けたら1枚の中の1枚だけコインがなくなりますさあもう一度聞きましょうあなたはこのじゃんけん勝負しますか3秒で決めて321どうだ <laughs> するやろするやんなわかるよねコインが1枚やったら、 やらないって思っていても自分はコインがたくさんあったらやってみようってなるんじゃないかなこれでわかったかなちょっとずつ分かってきたかなチャンスをつかめるかどうかは自分の能力とか才能ではなくてどれだけコインを持っているかどうかなの。 チャンスがやってきても、コインがなかったら、挑戦しないの。やらないの。さあ、ここまで説明したら、あなたにはわかりましたでしょうかコインの正体。コインとは何でしょうかそうです。コインとは、 自信です自分でどれだけ自分のことを信じているかどうかやればできると思っているかどうか言い換えれば自分は自分の限界はこれぐらいだなって自分でどこに線を引いているかどうかいわゆる限界限界のラインですよね。限界のラインこれが コインなのコインとは自分をどれだけ信じているかどうかやればできると思っているかどうか自分の限界をどこに決めているかどうかこのコインの枚数がとっても大事なのね例えばねあなたの能力ねあなたの能力が、えー、これぐらいあるとするやんかなあなたの才能とか能力能力がこれぐらいありますあなたの力がなでもコインが 1> 1枚しかなかかなったら、いいですかコインが1枚しかなかったら能力がこれだけあったとしてもあなたの力はこれだけコインの枚数の分だけしか力を発揮することはできません。な 能力持ってんねんね。足も速いし絶対に勝てる相手やねバスケットボールもなでも自分に自信がなかったり自分の能力はこれぐらいやって自分で決めていたらな自分で決めていたらほらどうせ無理なんちゃうとか失敗したらどうしようとか才能ないからって自分の頭の中で一 いっぱいになって挑戦しないし、諦めるし、本気でやらない。本気でやらないことで、負けた時の言い訳になるから。傷つかなくて済むね。わかる、これ。でもやね。もしあなたがコインを。百枚。百枚。百枚持ってたとするな。百枚、百枚とするやんか。百枚持ってたとしたら。自分の。 能力よりもも高いことにも挑戦できるなだって自分の能力はこれぐらいで今やらないといけないことがこ,こ,これだけアウトするやん挑戦することがな挑戦って書いてるやん挑戦挑戦することが自分の能力以上のこと難しいことでもでもや、ね、で自分ならできる失敗しても OK 俺って 天才そういう気持ちになるから挑戦するし諦めないし本気でやるの。な本気でやるから能力がなかったとしても頑張ってちょっとずつちょっとずつほらちょっとずつ階段登っていくように成長するということなの分かっただからやで あなたが上手くなるかどうか、成長するかどうか、上達するかどうか、そして目標まで達成できるかどうかは、この能力ではないね。だってや、ね、で、能力がな、例えばこれだけ、能力がこれだけしかなかったとしても、これだけしかなかったとしても、あなたのコインの枚数がこれだけ、これだけあったとしたらな、これだけあったとしたら、 自分ならできる。失敗しても OK。そして俺って天才って努力して頑張るからちょっとずつほら、ちょっとずつ成長していくやん。だから、どれだけ能力が低かったとしても、コインさえあれば、できなかったことができるようになるし、できることはもっとできるようになる。そして目標を自分で掴むことができる。掴むっていうのは、 目標を達成したり欲しいものを手に入れたりなりたい仕事に就けたりする夢が叶うということ分かってきた昔のおかっちにはコインが全然なかったほら1枚とかそんな感じだからどうせ無理ちゃうとか失敗したらどうしようっていう頭でいっぱいになってなんだろう本当にやりたいことがあっても諦めた大好きだったバスケットボールも 自分なら無理と思って自分でやめてしまった諦めてしまったんだよ高校2年生の時には歌手になりたいそう思ったこともあった友達が歌っててかっこよかったからでも今から始めてももう遅いんちゃうっていうふうになってたのそれはなぜかコインが少なかったから自分にどれだけ能力があるかじゃなくてコインが少なかったら自分で自分の限界を決めてしまうね分かってきたかなだから あなたが夢を叶えるかどうか、そして成長するかどうか、そして学校を卒業して成功できるかどうかは、コイン、コイン次第やねコインをどれだけ持ってるかやね水飲む。だから、あなたに伝えたい 自分のコインを大切にしよう。自分で自分のコインを捨てるんじゃなくて、自分のコインを自分で増やしていこう。時に人間は、自分で自分のことを傷つけて、自分のコインを捨ててしまう。そういうことがあるねオカッチもそうやった。自分でね、自分で傷つけて、どん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 自分のコインを自分で捨ててしまってた。オカッチのようにはなってほしくない。だからマイクを持っています。 お勝ちは、三つのことをやって、自分で自分のコインを捨てていた。まず一つ目、これや。自分で、自分の悪口を言う。どうせ無理や。才能ないもん。たけしと勝負しても勝たれへん。勝てるわけないやん。だって昔も失敗したもん。どうせ最後には、今うまくいってたとしても、どうせ最後には、負けるんやろ。 言っ,てるよっていうふうに、自分で自分のことを傷つけた礼、自分で自分のことを悪く言ってたの。そうすることで、ここにな、心の財布があるとするには、心の財布に穴が開いて、どん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 ,どんコインが、コインがなくなっていくの。なくなっていくの。そしてコインがなくなるということはな、いいですか自分で自分のことを信じられなくなる。自分のことを嫌いになる。これからの人生に希望がなくなる。 くらいなんねコインが0枚になると。わかる絶望や。だからコインが0枚になるということは、牢屋に1年間入ることよりも辛いこと。だから、そのコインを守りたい。守りたいから、挑戦しない。諦める。そして、本気でやらない。それが昔のおかっやって。だから、自分で自分の悪口を言うのはやめよう。その代わりに、いいですかこれや。 自分が喜ぶ言葉を使おう自分がどんなことを言ったら喜ぶどんなことを言ったら気分が上がる気分分ががが上る良くなりますか例えば「どうせ無理」じゃなくて「自分ならできる」とか「失敗したらどうしよう」じゃなくて「失敗しても OK 大丈夫だって死ぬわけじゃないもん」とか「俺って天才!」 誰かに褒めてもらえた時も天才ですからっていう風に自分で自分の気分が良くなる言葉をあなたが使うのわかるそうすることでコインがどん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 あなたのここ心の財布にコインがどんどん溜まっていくだから1枚コインがなくなってもへっちゃらなのもう1枚なくなってもへっちゃらなの何度も挑戦できるし何度も失敗しても立ち上がることができるそれができるのは あなたにはコインがたくさんあるから分かるかい一つ目がそれです自分が喜ぶ言葉を使うそして二つ目おかちが自分のコインを捨てていた方法真似したらあかんで友達と比べるいつもそうやったなバスケ北山君は上手い足が速いしそして身長も高い俺は足も遅いし身長も低い だから努力しても無駄なんや。っていうふうに何をやったとしてもいっつもいっつもんやろ友達と比べたり他の人と比べたりんだろうテレビの芸能人と比べたりいや今からダンスやったとしてもあんなダンスのアイドルみたいにうまくならへん。 だからもうやめとこう。みたいな感じで、いつもいつも人と比べてた。人と比べて自分がやりたいっていう気持ちじゃなくて、やっても無理なんちゃうっていう気持ちで真っ暗になって、やりたいっていう気持ちがどっか行っちゃった。やりたい気持ちを我慢して諦めてて、それが昔のおッちやった。でもな、人と比べるなっていうのは無理なんです。 だって人間ってそういうふうにできてんねんな人と比べて自分の足りないところを見つけて頑張ろうってねそういうふうになんだろう人間の本能っていうか脳はできてんねんだから人と比べるなっていうのは無理なんです大切なことは人と比べても OKOK、OK OK、よ比べてもいいねでもその時に勝ち負けを決めるんじゃないいいですかたけしくんと比べて俺は足が遅い ヒロシ君と比べて、ダンスが下手くそっていう風に、勝ち負けを決めるために、人と比べるんじゃない。あらへん。そうじゃない。 自分には何が足りないのか。そして自分は他の人と比べて何ができるのか。その自分の能力を知るために人と比べるね。勝ち負けで比べるんじゃない。自分の足りないところを知る。そして自分ができることを知る。自分の才能を知る。そのために人と比べんね。わかる勝ったーって喜ぶ。負けたーってがっかりする。そうじゃない。そういう気持ちがあるのはある。わかるよ。でも本当に大事なことは、勝ち負けではなくて、 人と比べて自分はどれだけできるのかできないのかを知るそして知ってじゃあできないところをじゃあ頑張って練習しようってしたりできるところをもっと伸ばそうって考えたりそのために人と比べてほしいの。な分かったそしてもっと大事なことは人と比べるんではなくてこれだ自分と比べる。なっ 人と比べるんじゃない自分と比べる。昔の自分やったり、過去の自分やったり、この前のテスト受けた時、漢字のテストがこの前50点やった。その50点の時の自分と比べて、じゃあ、1ヶ月後の今は70点。じゃあ、50から70。20点上がったよね。みたいな感じで、人と比べるんじゃないた、たけし君は90点。俺70点。ダメや。じゃなくて、昔の自分は50点やった。 で、たけし君は90点かもしれへんけど、俺は70点。50点から70点、50点から70点、成長してるやん。なだから、自分と比べる。これを大切にしてほしい。そういうことな。自分と比べるということです。そして3つ目。おかっちが昔よくやっていたこと。自分のことを信じてくれる人がそばにいないってこと。わかる もしや、ね、あなたの周りにいる友達とか先生とか習い事の監督とかコーチとか親があなたには才能がないよあなたはやっても無理やどんだけ練習してもうまくならへんセンスなんかないよって頭で思っていたりあなたにそういうことを言っていたらあなたのコインはほらやっぱりどんどん減っていくやん。 自分なななんんんんんてててできへんっっいいう自自信がどんどんなくなっていくやんな自分はこれだけできるっていうふうに思っていたとしてもいやお前には無理やでって周りがみんな言ってたらほら自分なんてやっぱり自分はこれだけできるかなと思っていたけどこれだけできるかなと思っていても周りから「無理やで無理やで」って言われたら「あ自分の限界ってこれぐらいかな」っていうふうに自分で自分の限界が低く低くなっていくそういうことでしょ。だから大事なこと そうやってあなたのことを悪く言う人信じてくれない人大切にしてくれない人そういう人からは離れよう距離を置いてみようちょっと距離を置いてみようお前のこと嫌いやそんなこと言わんでもいいちょっと距離を置いてみるその代わりに大切なことはこれあなたのことを信じてくれる友達そして仲間見つけよう 家族でもいい親親でもええんよ。あなたのことを信じてくれる。たとえ失敗しても、たとえうまくいかなかっても、私はあなたの味方だよ。あなたのことを信じてくれるよっていうふうに言葉で言ってくれる人もそうやし、ちゃんとそういうふうに思ってくれる人、信じてくれる友達、そして仲間、そういう人を見つけよう。 そうすれば、あなたの財布にはどん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 、コインが溜まっていく。だって、失敗しても嫌われることがない。失敗しても自分のことを好きでいてくれる。そう思っていたら、どんどん 挑戦できるやろそうやろ失敗を恐れずに、失敗したらどうしようじゃなくて、失敗しても OK。そんな気持ちになるでしょなるでしょだから、あなたのことを信じてくれる、心の底から信じてくれる友達を見つける。そして、その友達のことを、あなたが大事にするんだよ。な、あなたが大切にしてもらって嬉しいな。これだけやない。あなた自身が、その子のことを大切にしよう。大切にするというのは、 自分がやってもらって嬉しいなって思うことをその友達にやってあげるということだよ。な、困っていたらどうしたのって言ってあげたりね、えー、挑戦しようとした時に何かな、夢に向かって頑張ってる時にあなたならできるよって応援してあげたり、あなたがやってもらって嬉しいなって思うことをあなたの大切な友達にやるんだよ。あなたがするんだよ。あなたが大切にすれば、あなたも大切にしてもらえる。 そういういことやねかかったかな、はい、昔のお価値はコインが1枚しかなかったなぜなら自分で自分のコインを捨ててたからやな自分の悪口を言って友達といつも比べてたそして自分のことを嫌いな人自分,のが自分のことを信じてくれない人といっつもそばにいただからどん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 心の財布から「 コインが落ちてった。自分のことを信じられなくなった。どうせ無理やって。失敗したらどうしようって。だから諦めてた。本気でやらへんかった。何をやっても続かなかった。だからあなたには、この三つのことをやってほしい。な、自分が喜ぶ言葉を使おう。自分が言ってる言葉、どんな言葉を使うかで、コインが増えることもあれば、減ることもあんねん。減ることもあれば、増えることもあんねん。どんな言葉を使ってる自分が喜ぶ言葉を使おう。 はい。二つ目。友達と比べるのはしゃあない。比べるときにでも、勝った負けたじゃなくて、自分の現在地、今の自分の実力を知るために比べる。そしてもっと大事なことは、昔の自分と比べよう。この前の試合、この前の大会、この前のテスト、一ヶ月前の自分と比べて、今回の漢字、ピアノ、バスケ、ダンス、なんでもええや。どれだけ上達したのか。そこを見て比べよう。そして三つ目。 自分のことを信じてくれる。心の底から何があっても味方になってくれる。そういう友達を見つけよう。そしてそういう人が見つかったら大切にするんや。あなたがやってもらって嬉しいなって思うことをやるんや。ちょっと長くなった今日は。今日君にお話したかったのは、あなたが成功するかどうか、成長するかどうか、そして夢を叶えるかどうかは、コイン。 どれだけコインを持ってるかこれであなたの成功が決まりますどんだけ能力が低かったとしてもコインを持ってったら自分ならできるって努力して頑張って能力は上がるのでも逆にどれだけあなたが才能を持っていてどれだけ能力を持っていたとしても自分なんて無理やってコインが少なかったらコインの枚数の分しかあなたの力は発揮できません あなたが持っている力を発揮できずに成功できないの。だからあなたには自分のコインを捨てるんじゃなくて自分のコインを増やしてほしい。そう思っている。俺はあなたが自分のことを信じて自分がやるって決めたことを全力でやることを心の底から 応援してますはい、OK、一発勝負いけました、ねまあこんな感じでこ,こ,このチャンネルではとにかく自分で学校で学んだことそして勉強したことっていうのをどうやって学校以外で生かすのかどうやって幸せになるのかどうやって夢を叶えるのかそれを全力でとにかく紹介してます。 お,お父さん、お母さん、そして親子で一緒に見てほしい、そう思ってます。だから、もし興味があったり、えー、面白いなと思ったら、チャンネル登録をよろしくお願いします。はいということで、ジエンドそれでは、ワンダフーな一日をお過ごしください。バイバーイ